ね。ウクライナ軍ドニプロ川東岸へ渡河作戦、ロシア軍と激しい戦闘。ウクライナ軍はロシア軍が占領するウクライナ南部ヘルソン州のドニプロ川東岸への渡河作戦を実施した。ロシア国防省は18日、ドニプロ川東岸の集落でウクライナ軍の活動を阻止したと明らかにし、ウクライナ軍に渡河を許したことを認めた。今回の渡河作戦はこれまでよりも規模が大きく、本格的な上陸作戦も視野に入れた拠点確保が狙いとの見方が出ている。プーチンロ大統領は18日、ウクライナ側はヘルソン方面で反攻作戦を始めたが結果は出ていないと主張した。米政策研究機関戦争研究所は、ロシア軍事ブロガーらの SNS への投稿を根拠に、ウクライナ軍が17日から18日にドニプロ川東岸に攻撃を仕掛けたと指摘した。公開された位置情報をもとに、ウクライナ軍がドニプロ川から東へ4キロ進軍したとの分析も明らかにした。ロシア軍が反撃し、激しい戦闘になっている模様だ。一方、ロシア大統領府は20日、プーチン氏がロシア南部ロストフナドヌーのロシア軍司令部を訪れ、ウクライナ侵略作戦総司令官のワレリー・ゲラシモフ参謀総長から戦況報告を受けたと発表した。タス通信によると、プーチン氏の訪問は昨年2月の侵略開始以降4回目だった。ロシア軍のヘリを9機も破壊。ウクライナ国防省が飛行場攻撃に成功と発表。アメリカが供与した地対地ミサイルエータクムスを使用化。ウクライナ国防省は2023年10月17日火曜日、ロシア軍が使用している南部ベルジャンシクと東部ルハンシクの飛行場への攻撃を成功させたと発表しました。ウクライナ軍は一連の攻撃をドラゴンフライ作戦と命名し、ロシア軍のヘリコプター9機と防空システム1機、特殊車両、弾薬庫、滑走路を破壊したとしています。この攻撃では、ウクライナがアメリカに供与を求めていた地対地ミサイルエータクムス、陸軍戦術ミサイルシステムが使用された可能性が指摘されていますが、ウクライナ国防省は明言していません。ウクライナ国防省は翌日の10月18日水曜日、このエータクムスについて実力を証明したと発表。夜間に目標へ向けて発射する動画を公開しています。NATO がバルト海の警戒強化。海底パイプライン損傷を受け、意図的に破壊の可能性も。バルト海でガスのパイプラインなどが意図的に破壊された可能性がある問題で、NATO 北大西洋条約機構がパトロールを強化しました。NATO は19日、バルト海にある海底インフラの損傷を受けて、水中の機雷を処分する掃海艇のほか、海上哨戒機などを周辺の海域に派遣したと発表しました。バルト海では8日、フィンランドとエストニアを結ぶパイプラインでガス漏れが確認されました。フィンランド政府は破壊工作を受けた可能性があると主張しています。こうした中、フィンランド当局はパイプの損傷時にロシア籍の原子力貨物船セビモルプーチと香港籍の貨物船ニューニューポーラーベアが現場海域にいたとして関連を調べています。バルト海ではエストニアとフィンランドやスウェーデンを結ぶ通信ケーブルでも損傷が確認されています。ウクライナ、米ミサイル供与は継続予定。ロシア基地攻撃に影響か。ロシアの侵攻を受けるウクライナのクレバ外相は19日、米国から今後、長射程地対地ミサイルエータクムスの供与を継続的に受ける予定があると明らかにした。エータクムスは
前線後方にあるロシアの弾薬庫や航空基地を攻撃する能力があり、ウクライナによる反転攻勢に影響を与える可能性が指摘されている。クレバ外相は19日、ウクライナメディアでATACMSが継続的により多く供給される見通しかと問われ、その通りだ、それこそがゼレンスキー大統領が9月下旬のワシントンでの会談でバイデン米大統領と合意に達した直接の結果だと述べた。ATACMSは米国がすでに供与している 高機動ロケット砲システムハイマースから発射が可能で、比較的安全な場所から前線後方にあるロシア軍の貯蔵施設や航空基地などを攻撃できる。目標の設定から攻撃までの時間が短く、防御側に退避の余裕を与えないのが特徴とされる。最大射程は約300キロだが、米国が供与したのは約160キロとみられる。米シンクタンク戦争研究所は17日、ATACMSの攻撃によりロシア軍は航空機の一部を前線から離れた飛行基地に撤退させることになると予測。ロシア軍の防衛や攻撃作戦への航空支援を混乱させる可能性が高いと指摘した。ウクライナ軍は17日、ロシアが占領しているウクライナ南部ベルジャンスクや東部ルガンスクにある飛行場や武器庫を攻撃し、ロシア軍のヘリコプター9機や対空ミサイルシステム、弾薬庫などを破壊したと発表。ゼレンスキー大統領が同日、米国から供与された ATACMSの使用を認めた。米紙ニューヨークタイムズは、複数の西側政府関係者の話として、米国がこれまでに約20発の ATACMSを供与したと報じている。米国は当初、米ロ間の緊張が高まることを懸念して供与に難色を示していたが、ロシア領内への攻撃に使用しないことをウクライナへの供与の条件とした可能性がある。ロシアのプーチン大統領は18日、供与は間違いだと非難している。ウクライナのミサイル ATACMSは残念だが戦車を破壊できない。米国がウクライナに供与したばかりのM39ATACMS 弾道ミサイルは、飛行場に駐機しているヘリコプターを破壊して連隊の戦力を削いだり、補給部隊に打撃を加え防空網に穴を開けたりすることができる。だが M39 にできないこともたくさんある。その一つが防御力が高い戦闘車両の破壊だ。理由は明快で、M39 の弾頭からは敵弾サイズの子弾が1000発ほどばらまかれるが、運よく命中した場合でない限り、子弾には一発で戦車に深刻なダメージを与えるほどの威力はない。M39 は重量2トン、全長4メートルの弾道ミサイルだ。固体ロケットモーターと950個の M74 子弾を内蔵する弾頭を搭載している。1990年代に製造されたこのミサイルは、早期式の M270 多連装ロケットシステム MLRS や装輪式の高機動ロケット砲システムハイマースから発射されれば、管制誘導の下で最大約 160km 飛ぶ。米陸軍にはロケットモーターの寿命が切れているか切れそうになっている M39 の在庫が数百発ある。バイデン政権はここ数週間で、おそらく固体ロケットモーターを検査した後に、非公開の数の M39 をウクライナに密かに送った。16日夜から翌朝にかけて、ウクライナ軍が運用するハイマース3機から M39 が1発ずつ、ロシアに占領されている南部ベルジャンシクの郊外にある飛行場に向けて発射された。M39 はロシアの防空網近くを猛スピードで通過し、飛行場北側の駐機場に3000発近くの M74 をばらまいた。そしてそこに駐機していたロシア空軍の攻撃ヘリのミル MI24 とカモフ KA52 を爆破した。ウクライナ軍はヘリコプター9機を破壊したと主張し、アナリストらは6機の破壊を確認した。いずれにせよ損失は大きかった。ロシアがウクライナに侵攻して1年9ヶ月目に入る中、
通信アプリテレグラムのロシアの人気チャンネルファイターボンバーは今回の攻撃について、これまでで最も深刻な攻撃の一つと評している。約 1.5 億円もする M39 を戦車連隊への攻撃で無駄に使ってはいけない。 M39 と M39 の弾頭にある重量 450g ほどの M74 師団は、表面がさほど強固でない標的を攻撃するのに最適だ。 M74 は鋼鉄とタングステンで覆われている。着弾して爆発すると、師団は高速で飛び散る大量の鋼鉄片となり、トラックのタイヤやミサイル弾、装甲の薄い車両、レーダーアンテナなどの標的に威力を発揮すると、米陸軍少佐のジェームズ・ハットンは陸軍教訓センターの出版物に書いている。だが、100万ドル、約1億5000万円もする M39 を戦車連隊への攻撃で無駄に使ってはいけない。装甲車に対しては効果がないとハットンは強調する。確かに M74 をばらまくと戦車の照準装置にダメージを与える可能性があり、うまくいけば戦車上部の薄い装甲を貫通してエンジンをへこませるかもしれない。だが戦車に追加の装甲が全体的に施されていれば効果は期待できない。米陸軍が1990年代後半に誘導式の対戦車弾13発を搭載できるATACMSミサイルの新型を開発したのにはそれなりの理由がある。陸軍は最終的にこの新型ミサイルの実用化を中止したが、それは他のATACMSの派生型の戦車破壊能力が突然向上したからではない。コスト削減のためだった。バイデン政権は自国の軍事面の即応性を危険にさらすことなく、ウクライナにATACMSを供給すると強調している。それはロケットモーターの寿命が切れているか切れそうになっている M39、そして重量約226キロの弾頭を搭載する M48 が供与の対象となることを意味しているようだ。新しい M57 は米軍に残る。M39 と M48 があれば、ウクライナ軍が運用する60機ほどの M270 とハイマースで発射するものの選択肢が増える。M39 の M74 師団は、ロシア軍の飛行場や兵站施設を吹き飛ばすことができる。M48 はハープーン対艦ミサイルから借用した貫通弾頭で掩体壕を爆破し、建物を崩壊させることができる。だが、ロシア軍の戦車が攻めてきたら、ウクライナ軍は別の弾薬で狙うかもしれない。